Amazon は総合オンラインストアとしてお客様を起点とした数多くのイノベーションを生み出してきました。そこにはお客様の利便性と満足度の向上だけでなく、ベンダー側の販売促進にも貢献してきたことが今日の Amazon を支えています。お客様やベンダーの皆様の様々な課題に対応するブランドスペシャリスト、彼らのコンサルティング能力によって Amazon の成長が期待されています。そのためブランドスペシャリストに求められる能力は幅広く、与えられる責任も大きくなります。ではブランドスペシャリストとして活躍するためにはどんなスキルが必要になるのでしょうか。ブランドスペシャリスト、私たち BS と呼んでますが、 BS というのがメーカーさんの成長をずっとサポートし続ける、一時的な成長ではなくて、長期的に、1年2年3年と継続してサポートをさせていただく、役割だと思ってます。やはりアマゾンで物を売っていくとなると、周りの環境が本当に変化します。でその中で3つ変化するかなと思っているのが、1つがやっぱりアマゾンというマーケットプレイス自体が常にアマゾンは変化をしています。でそれはお客様の体験をより良くするために常にサービスがもうアップデートされていって、我々が気づかないところでもどんどんアップグレードしています。なので売る場所という自体がやっぱり変化していること。で2つ目が、これ私もそうですし多分皆さんそうだと思うんですけど、買い物をするカスタマーというのが常に変化をしてます。買い方だったりとか買いやすさとかっていうのがもう常に、お客様がもしかしたら一番ハイレベルになっているのかもしれないんですけど、その中でやっぱり物を売っていかなきゃいけない。で最後はアマゾンではどん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 新しいものとか新しいブランドっていうのが取り扱われています。なのでお取引を最初始めさせていただいた時と比べて競合環境っていうのもすごく激しくなってきてます。なのでそのアマゾンが成長してお客様が変化して周りの競合環境が激しくなっている中で、ずっと同じことをやっていると維持ではなくてやっぱり衰退していってしまう。なので我々ブランドスペシャリストっていうのがメーカーさんをずっと成長をサポートさせていただくっていう役割っていうふうに考えると、その3つの変化の中で誰よりも変化をして誰よりも高い水準のものっていうのを常に考えていかないと、やっぱりそのメーカーさんの成長をサポートするっていうことは非常に難しいかなと思ってます。アマビエスって日頃ベンダーさんとフェイシングしてて、ベンダーさんの要望を聞いたり、こちらのなんていうでしょう、タスクというものを処理していかなきゃいけないんですけども、その中でもベンダーさんの売り上げをさらに上げていくために今やっている業務以外にどういった付加価値のある提案ができるかとか、売り上げを伸ばしていく上で今までやったことなかったことっていうのがどういうものがあるんだろうっていうのをどんどん探していって、どんどん新しいことを、挑戦していくっていうのが BS に求められているスキルだと、思っております。さまざまなスキルが生きる職種だと思うんですけれども、特に大事なのは論理的に考える力だと思っています。ベンダーさんの目標を達成するために、必要な課題を抽出し、そこに対して、課題を解決するためのアクションを、明確化し、それを実行してレビューしていくと、こういったサイクルをまあ繰り返していくんですけれども、その全てのステップにおいて必要な力がやはりデータやファクトをもとにしてロジカルに考えるというところになるかと思いますので、まずやはりそこが一番重要かなというふうに思います。ブランドスペシャリストという職種ではメーカーさんとは基本的なそのビジネスに関するメトリックス、例えば、売価であったり、あと欠品率であったり、納品のリードタイムであったりとか、そういう基本的な指標をカバーすることはもちろんなんですけれども、他にももう少し踏み込んだ、例えばマーケティングによったような話をしていくようなことも多いです。例えばアマゾンを舞台にテストマーケティングを行う、アマゾン限定でテスト的に発売をして、その商品の動向を見てから全国発売をこう判断していくみたいなところに関われるっていうところは、一つこう職種の魅力としてあるかなというふうに思っています。アマゾンで、もっともっと、成長していきたいと考えているメーカーさんに対して、エンドユーザーのお客様を最も知る、
プロフェッショナルとしてさまざまな購買行動をデータから読み解きながら最適な反則提案をしていく、そういったことを日々意識しています。2つあって、まず1つ目がもう P&G のことだけを考えていただけるというところがまず1つ目ですね。で2つ目がメーカーサイドで、見れない、まあ、Amazon 様、まあ、社内の指標、もうそれを、ブランドスペシャリストの方は見られて分析されてでご提案いただいたりとか、もしくはプランを一緒に作ったりとか、Amazon 様の、まあ、ウェブページに行かれて買い物されたことをある方だったら皆さん分かると思うんですけども、当然まあ、いわゆるサーチっていうんですかね、タイプした時に上に来る商品とかも違ってきますの でそれはもう時間単位で違ってきますので、やはりそういった意味で、まあ、データベースで、ディシジョンしていくというのが、まあ、非常に重要かなと思います。Amazon 様とは JBP、ジョイントビジネスプランといった形でこういった目標をもとに、こういったプランでやっていく、目標を達成していくというリレーションシップで関係性でやらさせていただいているんですけども、目標をきっちりと毎年見出していただいて、で、まあ、非常に強いプレッシャーもありながらですね、お互いその数字を達成していくために精進していくというカルチャーが出来上がってるかなと、最重要得意先様かなというふうに思ってます。まあ、経営者の視点とあとは最前線の現場の視点、両方でですね、ブランドを育てていくことができるというところが魅力になります。売上をですね、まあ、ある、まあ、基準まで、まあ、増やすと、これはもう倍以上増やすという目標だったんですけども、まあ、そういったお題を達成するためにどのようにしたらですね、売り上げが増えるか、まあ、例えばディールをやります、広告をやります、どういった商品を今年は入れていきましょう、あるいは商品ページをどのように作っていきましょう、そういったことをですね、まあ、詰めていって、まあ、タイムセールに合わせてですね、売っていくべき商品をセールに出して、でそういうふうに経営者の視点と、まあ、現場の視点両方から育てられるというところが魅力だと思う。特に Amazon では大量のデータを分析することができます。でそのデータの分析に基づいて、まあ、今お客様が Amazon 内で抱える課題、まあ、こういったものを分析し、まあ、それを施策に生かせる、私たちが行った施策の結果というものがしっかり数値に表れることです。でやはりその数値が売上につながることを確認できますと、もちろん私としても嬉しいですし、お客様も大変お喜びになっていただけますので、まあ、そういった喜びを一緒に共感できるっていうのもまた一つの魅力ではないかと思っております。ブランドスペシャリストは本当にお客様の生活に密接する商品をですね、一つでも多く素早くお届けする手助けをしているんですね。そういったところもすごくエキサイティングです。でさらにですね、いろんなオンラインマーケティングだったり、そのデータアナリシス、そしてお得意先様とのコミュニケーションによる、でそのハードスキルとソフトスキル両方とも習得できるんですね。難しくてチャレンジな仕事なんですけども、エキサイティングなので、なんか皆さんがこれまで歩んでこられた、まあ、エクスペリエンスであったりスキルっていう風なところが十分こう発揮できて、さらにですね、自分自身を高めれるいいロールかなという風に思っています。なのでぜひですね、皆さんと一緒に働いてですね、いろいろなダイバーシティあふれるメンバー、そしてアマゾンにとって戦略的なお得意先様とのパートナーシップを結ぶ要としてですね、一緒に働けることといったところを楽しみに待っています。さあ、私たちと共に最高のカスタマーエクスペリエンスとビジネスの成長をもたらしましょう。